続いて柴犬。毛繕いの手間がかからず飼い主にも忠実なので室内犬としては安定した人気があります。芝がええね俺家でね、マンションで今一人暮らしとなるとね、まあやっぱり運動があんまり多くない方が、そう現実的にね、はい、かわいそうだもんね。じゃあかわいい、決められてるんで猫もかわいいと思うよ、猫も好き。でも猫はどっかで三毛猫っていうかそういう猫でいいんじゃないかっていう。あすると実は今すごい可愛い三毛猫がいるんですけど、見て見て見て三毛猫、三毛猫、ふさふさ三毛猫、可愛いけどね。実はこちらのスコティッシュフォールドの三毛猫にはとんでもない秘密が。何え実はですね、桁おかしくないですか、1、10、100、これはですね、1000、万、10万、はい、100万、これは間違ってないです、888万、はい、三毛猫はほとんどがメス。でもこの子は3万分の1の確率で生まれたオスなのでこのお値段。買える、うん、3匹ほどいただこうかしら。いいけれども、でもね、私猫で好きなのはこれなんですよ。ブリティッシュショートヘア、ブリティッシュショートヘアはとても穏やかでおとなしい性格なのでここ数年で人気が上がってきています。どんどん迷う44歳、見ると迷いますよね。かわいいな。猫はやっぱりトイレに砂入れて置いとけば、まあ、そんなに教えなくても。そうなんだよね、飼いやすで言ったらダントツかわいい。大事したこの中でちょっといいかもって思うことありました。本当にグッときたのは白の柴の子だけど、ちょっと現実的じゃないからペキちゃんか、もうよくわかんないけどこの子もう犬猫ぐちゃぐちゃになってるけどこの子。未だ運命の家族に巡り会えずひたすら迷い続けます。これは何でしょう、ミックスハーフ、チワワ、リラックス。